え皆さんこんこにちは東京のの大学学長の江口文雄ですす年前期が終了しますそして皆さん方は夏休みに入るわけですけどもこの期間は完全な夏休みでなくて東京の業大学の学生や院生の皆さんは課外活動やあるいは実験実習を集中で行うということで大きな活動という部分が出てくるわけです。 そしてその活動によって東京農業大学らしいいろいろな成果がそこには得られることでしょう学長として私は期待していますそして七月に東京農業大学にとっては本当に信じられないような一つの事件が起きました学生が対魔取締法違反の疑いで 解放されるといったような事件ですこういったような事件が起きてしまったということ学生がその事件に関与した疑いがあるということ私は学長として本当に心を痛めています。と同時にこの大学でそういったような事件の逮捕者を出してしまったということ心からお詫びします。 そしてこの事件をどう乗り越えていくのかそして学生にこれ以上大きな被害を出ないようにするためにはどうしたらいいのかということにおいてはその元となった原因これをしっかり究明するということを警察に協力して行っていきたいというふうに私自身も東京農業大学の教職員そして一緒に この大学で生活している多くの学生が思っていることでしょう。麻薬危険薬物こういったような非社会的な物質あるいは犯罪ということは決して私たちは許すことができません。しかしながらそういったような犯罪行為というのは自分たちが思っていなくても 悪のの手は近近くに近づいいててきているととうこともありますちょっと怪しいなカルト的な誘いいろいろな状況があるなと思った時は自分でその部分をどのように回避するのか全て100%その言葉あるいは人から来る情報という部分を信じることなく 自分でしっかりともう一度考えるということさらには友達や皆さんのご家族やそして教職員さらには警察等に相談するといったようなことも忘れないでいただきたいと思いますそして皆さん方が犯罪に加担しないあるいは犯罪に巻き込まれないこういったようなことを十分 注意すする考えてて生活をしていいいたただきたいと思いますさらに夏の期間という部分に関しては高温多湿こういったような状況の中から熱中症そのほかの思いがけないような事故や病気といったようなものに罹患してしまうようなこともあるかもしれません。 日常生活の中において、しっかりとした睡眠を取る、そして栄養をしっかり取ることによって、体に給養を与え、そしていろいろな活動をしていただきたいと思います。私たちは三年間、新型コロナウイルス感染症に悩まされてきました。しかしながら、5月8日をもって、その累計が5類へと移行し、 私たちは日常生活の中においてマスクをするといったようなことも自由意思となっているのは事実ですそして行動制限という部分に関しても大きく変わってまいりましたしかし新型コロナウイルス感染症がなくなったわけではありません新型コロナウイルスに感染すればその罹患によって私たちは 重篤な症状あるいは副作用という部分を大きく引きずることこんなことも考えるわけですしたがって罹患しないさせないといったようなこの3年間で培ってきた医療科学的な情報をもとに生活習慣を送っていただきたいと思います新型コロナウイルス感染症のみならず インフルエンザやその他の感染症、こういったようなものにも十分注意を払っていただきたいと思います。もう一度繰り返します。犯罪に巻き込まれない、違法薬物に手を染めない、そして詐欺や、あるいは何らかの犯罪を起こさない、それに巻き込まれないということを十分考え、 自分の行動を取っていただきたいこれが私からのお願いです東京農業大学の院生や学生皆さんが楽しく生活できそして好機を迎えられるこれを私は願っています皆さんの笑顔そして素晴らしい成果を持ってこの夏休みを過ごされること期待しています 本日少し長くなり非常に悲しい出来事の話もしましたけれども、えー、心して生活をする楽しい夏休みを過ごしてください。以上東京農業大学学長からのメッセージでしした。たお時間をいいだきままてありがとうございました。